はい、皆さんこんにちは、旅食タイランドです。明峰村最北の秘境の村バンラクタイへ。門をくぐり村は間もなくと思います。民家が見えてきました。ここまでの道のりは長かった。バンコクから 1000km 最北の村にたどり着きました。バンラクタイは中国雲南省から逃れてきた中国国民党の子孫が暮らす村です。湖を中心に村が広がり、斜面にはお茶畑や家々が立ち並ぶ村の風景は絵になります。最近観光地として人気が高まっていますが、まだまだ知られていない秘境の村です。宿にチェックインしたので村を散策してみましょう。湖を取り巻くように雲南食堂、カフェ、お土産屋が並んでいます。一周 1km ぐらいなので、ゆっくり歩いて1時間もあれば回れます。この辺りが一番栄えているところで、湖側にはお店が並んでいて、山側にはお茶畑と人気の宿サーラクタイとリーワインラクタイが並んでいます。日が暮れてから湖から見る景色は素晴らしいと聞いているので、ボートの予約をしておきましょう。ここも早朝に湖から霧が出るので、ボートに乗ってみたかったのですが、すでに予約がいっぱい。夜のボートは空きがあったので良かった。赤い提灯が並び、まるで中国にいるかのような感じ。お土産はお茶、ドライフルーツ、ワインなどが多いですね。2階では雲南料理が食べられます。気温は15度ぐらい。温かい饅頭も魅力的。カフェが並んでいるので、コーヒーでも飲んで休憩しましょう。リーワインカフェを発見。食べ物はもちろん、外観もインスタ映えするので人気のお店です。ケーキも大きくて美味しいので、ぜひセットで頼んだ方がいいですよ。湖を眺めながらくつろぎたいなと思っていたら、運よく席が空きました。ラッキーです。注文したケーキとコーヒー、お茶の葉が添えられて可愛らしい。カフェの下は船着き場になっています。今日の19時に予約したので、また後で来ます。日もだいぶ傾いてきて、村が黄金に輝いています。ずっと眺めていたい気分です。湖畔を歩いて反対側へ行ってみます。キャンプもできるところがあります。しっかり準備しないと寒そうですね。反対側までやってきました。こちら側も飲食店やお土産屋さんが並んでいます。お店の中はもちろん、ご飯にも席があるので、
景色を眺めながら食事ができるのでおすすめです。どのお店がいいか迷いますね。すでに満席のお店では1時間待ち、すぐ食べれるお店を探します。さっきの祠近くのお店がちょうどオープンしたばっかりなので席を確保。寒い時期のタイで食べるといえば夕方に限る。昨日の夜も食べてましたね。まあ美味しいからいいんです。日が沈み、辺りがオレンジ色に染まり始めてきました。連なる赤い提灯に明かりがつき始め、幻想的な光景になってきました。辺りは山に囲まれているので、あっという間に暗くなってしまいます。お腹もいっぱいになったし、船の予約の時間なので戻りましょう。カフェが並ぶメインストリートも無数の提灯が灯されています。ジブリ映画「千と千尋の神隠し」のワンシーンのようです。ボートにも提灯が飾られていて良い雰囲気が出てますね。ボートは屋根があって4人が座れる個室みたいな感じ。温かいお茶がついて1層300バーツです。遊覧時間はおよそ40分ほど。さあ出発です。岸から離れるにつれて水面に映る光が増えていきます。船は重そうなので漕ぐのがとても大変そう。湖の真ん中あたりから乗り場の方を見ると綺麗なので、そこを目指します。船頭さんに行きたい方向を言えば行ってくれますし、泊まってゆっくりすることもできます。では、万楽帯の幻想的な風景をお楽しみください。写真もスライドショーでどうぞ。ずっと見ていたいですが、時間が近づいてきたので戻ります。万楽帯は標高約1800メートルあります。
夜のボートはとても寒いので、寒さ対策を忘れないように。船で出されたシャキのお店を覗きに来ました。中国絵が描かれたシャキセットも安く売っています。お茶は緑茶、ジャスミン茶、ウーロン茶など高級品があります。試飲もさせてもらえるので、気に入ったのを探せると思いますよ。宿に戻る途中、湖面から霧が出ていました。気温は12度、明け方はもっと冷えます。夜の夜景も綺麗ですが、湖から立ち上がる朝霧は神秘的な感じと言われています。夜明けとともに霧が濃くなるので、寝坊しないように早く寝たいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。